さあ日本のスグリフミエです。初めてのオリンピック、前回のバンクーバーの世界選手権で7位に入りまして、フミエ・スグリの名前は世界的に知られました。4年前は惜しいところで長野オリンピックの出場権を逃しました。今回は最後の最後、日本選手権で勝ってオリンピックの舞台を、出場権を手にしてきました。スグリフミエ、アベマリア、2分40秒間で純粋な心を表現したいと話していました。最初のルッツからのコンビネーションジャンプ、決まった。綺麗に決まりましたね。2つ目のジャンプ、はい、これも決まりました。良かったです、素晴らしいです。表情が変わってきました。綺麗なレイバックスピンですね。前の選手とは明らかにスピード感が違います。はい、高いデスドロップスピンですね。よく回ってます。スパイラルステップシークエンスです。綺麗な円を描いてますね。ジャンプの要素はあと一つ。ここです。はい、決まりました。高いダブルアクセルでした。大きく円を描くサーキュラーステップの後、最後のコンビネーションスピンに入ります。速いスピンですね。フィニッシュを待ちきれずに笑顔がこぼれました。スグリフミエ、質の高い素晴らしいスケーティング、そしてミスのないエレメンツ、ナイスですね。素晴らしかったですね。彼女はすごい高いジャンプですし、スピードもありましたし、はい、スピンも最後のスピンはとっても速かったですよね、はい、それからこの美しい音楽を上手に使って、柔らかくこう観客を引き寄せるように、美しい形で滑れてとっても良かったと思いますよ。スケーティングそのものの質の高さというものをですね、はい、もう滑ってる途中でお客さんたちが感じてきましたよね。そうですね、はい、第2滑走という、比較的緊張する中で、ありがとうございました。佐藤信夫コーチと抱き合いました。ありがとうございます。よかった。これは最初のコンビネーションジャンプです。高いトリプルルッツとダブルと、折り方が少し下がってしまいましたが、でもトリプルルッツの高さが素晴らしかったですよね、はい、これはコネクティングステップからのトリプルフリップでした、はい、このとても綺麗な折り方でしたね。これはレイバックスピンです、綺麗な形ですね。軸が全
ほとんど1箇所で動いてます、はい、回っています。コントロールされてました。これは高いフライングキャメルスピンですね。デスドロップと言ってます。そして最後のスピンも非常にスピード感がありました。はい、さあリクワイヤードエレメンツ 5.5 も出ています。ああ、しかしジャッジ意図的に下げている人もいるのかもしれませんが、そうですね、しかし 5.5 から 5.6 も出ていました、ね、リクワイヤードエレメンツ。そして第2採点のプレゼンテーション、こちらも 5.6 から 5.7 をつけているジャッジがいますが、はい、あ、しかしなんとなくこの意図的な形を感じるようなジャッジの抑え方の点をしているジャッジもいます。しかし